ご視聴ありがとうございます。今回からシリの声での読み上げをしていこうと思います。今回は天竜派眼鉄道のニュースローライフトレイのデビューということで、出発式が行われる天竜二俣駅へ行きます。今回の旅、10月3日は緊急事態宣言、まん延防止等重点措置は発令されていません。および正しいマスクの着用や手指の消毒をしていってまいりました。2番線の電車は通過電車です。ご注意ください。最初は江南6時3分発の普通宇都宮行きで名古屋まで行きます。しばらく全面展望をお楽しみください。
着。次は快速特急豊橋行きに乗り、豊橋まで行きます。これから通過する山王駅はホームから名鉄と JR 東海道線と中央線、東海道新幹線が見渡せてとても楽しいです。前より右の1号車と2号車は特別車で座席は指定です。特別車の乗り降りは特別車料金、ミュージケットが必要です。駐車金や RC カードのみで乗り降りられる一般車は後ろ6両、3号車から8号車です。この電車は終部、国際空港へは参りません。戻り間違いにご注意ください。次は金山に停まります。出口は右側です。特別車のドアは内側に寄せ立って開きます。しばらく豊橋までの景色をお楽しみください。Thank you.
豊橋に到着、JR 東海道線で新所原に行きます。新所原に到着、続いて天竜浜名湖鉄道へ乗ります。それでは乗車します。今日はフリー切符で回ろうと思います。それでは天浜線の自然豊かな景色をお楽しみください。Thank you.
乗車ありがとうございます。新潟県上田では車内での運賃精査はいたしません。切符運賃整理券は駅確認をお渡しください。続いて出発式でのテープカットです。天竜浜名湖鉄道ニュースローライフトレインレトロドロフィーズ記念出発式のテープカットでございます。どうぞ皆様盛大な拍手をお願いいたします。それでは車内を見学します。壁は白い木目調になっています。ヘッドカバーとカーテンがマリメッコになって、カーテンの柄はそれぞれ違ってどれも素敵でした。買うことができました。出発。それではついに出発です。ありがとうございました。天竜浜名湖鉄道にミュージックホーンがあるなんて初めて知りました。それから天竜二俣駅の裏側に来ました。電車台も見れました。これが現役ですからすごいですね。電車台カレーを見つけましたので後で食べようと思います。次は列車を撮影するために戸和田駅に行きます。しばらく列車に揺られて戸和田駅に到着です。駅からの景色が綺麗だったのでご覧ください。
こちらが撮影した写真です。それでは再び天竜二俣駅に行って転車台カレーを食べようと思います。次は電柱森です。降りの際はお忘れ物なさいませんようご注意ください。茶畑です。さすが静岡県ですね。それでは転車台カレーを食べようと思います。列車の正面の部分も食べれます。チーズとの相性がとても良く美味しくいただきました。ニュースローライフトレインも見れて天浜線と沿線沿いも観光できましたので、そろそろ帰ろうと思います。帰りの列車の景色もお楽しみください。新所原に戻ってきました。 JR 東海道線で豊橋に向かいます。
とんどが伊那電車の特急です。2200系の快速特急新宇沼行きで帰ります。最後にオーロラビジョンの切り替えでこの動画を終わりにします。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いします。